はい、池王子チャンネルフォルツァスタイルロック福田のウレブケータマシー、完全に新しくムーブメントを見せるような形でデザインを作り直しております。あ、そうなんですね、はい、何から何までジャンプするんですよね。そうです、世界初のトリプルジャンプですね。少し傾けたり横から見ると紫に見たりとか色の変化がありますよね、漆黒のピアノブラックっていうのは完全に再現されていると。これ特殊な光を当てるとですね、おお、すごい、ケースから色が出てくるんです。3層構造のダイヤモンドセッティングの時計になってます。バケットのピンクサファイアが全部セッティングされてます。本当だ。今日はギザ6にあるフランクミュラージュネーブにお邪魔しております。で、今年ね、あのほらオッチズ&アンバンダース行ったじゃない、はいはい、で僕はあの、ね、もう20年以上ジュネーブに行って、うんうん、なんと初めてウォッチランドに取材に行かれなかったです。あのスケジュールがタイトで、はい、会場から外に取材に行かれなかったの。あ、パンパンでしたもんね。そうです、っごい残念で、それもあって、まあ、非常に無理を言って、うんうんうん、あのジュネーブで取材ができなかったんで、うん、新作をお見せいただけるでしょうかと、うんうん、お願いをしたところ、はい、なんとですね、サンプルを含めて今日本にやったー、じゃあ私も見られる。そう、はい、ということで今日は、たっぷりと新作をお見せします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっとご無沙汰してしまいました、うん、はい、今年のフランクミュラー の、はい、あの新作の特徴っていうのがありまして、はいはい、それがあの、マニファクチュールっていうものと、はい、うん、あとカラーですね、はい、このマニファクチュールとカラーがテーマになってます、はい、じゃあまず一番、一つ目からご紹介します、はい、こちらのグランドセントラルトゥールビオンスケルト、はい、この時計があのトゥールビオンの新作の一つでございます、はい、え、これグランドセントラルトゥールビオンでスケルトになったのは初めて、はい、初めてですよね、はい、だからセンタートゥールビオン自体は2021年か。そうですね、ですよね、はい、で丸型じゃないセンタートゥールビオンは世界で唯一だっていう、はい、ですよね、はい、ついにスケルトンになった。スケルトンになりました。すごいな。で単純にこちらはその文字盤を外して中が見える状況にしたのではなくて、完全に新しくムーブメントを見せるような形でデザインを作り直しております。あ、そうなんですね、はい、手間かかってますね。そうですね、はじゃあちゃんとこうより綺麗に見えるようにこう再設計していると。そうです、はい、すごいすごい。だからこちらはもうすべて、フランクミュラーのオリジナルのムーブメントですので、はい、ネジやバネや、はい、この回っているトゥールビオンのパーツすべてですね、はいはい、これを全部ウォッチランドの中で作って組み立てております。はい、見てもいいですか。あ、もちろんです。もう立体感がすごすぎますね、どこから見ても。マイクロローターの自動巻きなんですよね。そうです、フランクミュラーでマイクロローターって珍しいですもんね。そうですね、少ないですね、うんうんうん、全部自社製。そう、フランクミュラーって本当にそれも自社製なのみたいに全部自社製なんですよね。はい、 ちゃんと言ってよみたいな感じですもんね。そうですね、うん、これはじっと眺めちゃいますね。これ家にいたら楽しいよね。いや、来てくれるかな、うん、はい、楽しいと思います、うん。これってこの前のジュネーブで発表してる。そうです、もうあるんですね。今一番早く日本に到着しました。なるほど、はい、でもまだ売り物ではない。もう販売開始です。お、すごい、お、すごい早いですね、最近 ね、じゃあ一旦開始して、ね、はい、前はね、いつ入ってくるのかなみたいな、ね、そうですね、嬉しい。じゃあもうすぐ買えるんだ、はい、ね、ね、お金があればね、はい、はい、そこが問題だで次は、はい、次はですね、うわー、これ見たかったんだ。グランドカーベックスマスタージャンパー、3つ窓があるんですけれども、うん、一番上の窓が、
時間、時間で真ん中の窓が分、一番下の窓が日付になっております。え、真ん中が分なんですか？それ真ん中が分です。あ、そうなんだ。僕真ん中が日付なのかなとかって思ってたんだけど、時分日付なんですね。そうです。慣れないと読み間違っちゃいそうだよね。確かに。え、ちょっとレギュレーターみたいなことってこと？ん？いやだから全部あのディスクで、あ、でこれ確か何から何までジャンプするんですよね。そうです。世界初のトリプルジャンプですね。だからじわじわじわって変わるんじゃなくてカシャッ。おお。これあれでしたっけ、ジャンプさせる用のなんか、はい、あのゼンマイがあるんでしたっけ。そうです。そうですよね、はい、トルクがすごくいるから。いや、いるでしょうね、はい、うんうん、これいいな。それちょっと福田さんつけてみてくださいよ。これって限定だったりするんですか？いや、こちらは限定ではないですね。すげえかっこいい、これかっこいいですね。今つけていただいている時計は、マスタージャンパーの、プラチナの。プラチナなんだ、これ、はい、このギオシェもすごいですよ ね。後ろ着知りすぎても何が何だか分かんない。これ後ろかっこいいですよね。そうですね。こんなにいっぱいあるの？歯車すごいな。この時計に使われている歯車は、約400パーツ、パーツですね。パーツは約400パーツあるんですけれども、大体一般的な腕時計の、まあ、センターセコンドですと100ぐらいで、クロノグラフで200ぐらい、永久カレンダーで300ぐらいと言われてるんですけれども、この時計に関して言うとそれを超えてきますので、いわゆるコンプリケーションより上の、まあ、グランドコンプリケーション近く使われている、まあ、パーツ数ですね。それ多いです ね、 ね、 いいね。ちょっと一回お返しします、私。それ見たかったんだよな。いや見られました。眼福眼福、はい。で次が、次がですね、こちらがですね、あのヴァンガードニュートンスケルトン。この時計の特徴なんですけれども、これはあの先ほどのテーマにあった色の特徴の部分になりまして、はい、正面から見ると青っぽいんですが、少し傾けたり横から見ると紫に見たりとか、はいはい、赤紫になりますね。赤紫になったりとか色の変化がありますよね、うん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 、これはその新しい スペクトラコートというコーティング方法で、塗装しています。あ、はいはいはい。だからこういう、見る角度で、時計の表情っていうのは変わる。塗り分けてるのかなと思ったらそれ自体がこう変更なんですね。そうですね。うーん、あ、すごい。そうそう、ニラ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 って、ニラって、あ、そっか。だからニュートンっていうのは新しいトーンなんだけど、ニュートンにもかかってるんだ。おっしゃる通りです。ニュートンなんで？ニュートンがだからほら、あのその光のね。そうです、光の。ああ、そういうことか。そうそう、はい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 、うん、なるほど。そうそう、すごい。これカーボンかな、うん、そうですね、カーボン。意外と軽いですよね。軽い軽い。後ろも綺麗ですね、うん、これ肉抜きしてるから軽いのもあるんですよね。それもあります ね、うん、だってこの大きさの割にすごい軽いもの、肉の抜き方がすごいもの、大胆で、うん、ドラマチックですよね。ね、うん、でムーブメントをしっかり仕上げないと、はいはい、コーティングを乗せることができないんですね。ああ、なるほどなるほど。だからもう徹底したこの磨き、はいはい、この仕上げができるからこそこのコーティングが、作用すると、うん、なるほど。だから職人技だからできるこの色の変化の楽しみというところですね。マニファクチューなんだ。マニファクチューですね。ソラーラのスーツにこれしてみるとかすいません、適当なこと言って、はい、で次のモデルが、はい、ピアノクロノグラフです。かっちょいい。新しくピアノからクロノグラフのモデルが登場しました。ピアノは要するにピアノブラック。そうですね、ピアノブラックですね。え、ツヤツヤですね、うん、そうなんです。実際のこのグランドピアノと同じように、はいはい、コーティングの層が20層ありまして、だからこの時計の文字盤の中にこの漆黒のピアノブラックっていうのは完全に再現されていると、はいはい、それにちょっとこのクロノグラフという、はい、まあ、ちょっと武骨なあのメカニズムっていうのが入ったんですけれども、うんうんうん、すごく美しく統一されている時計ですね。すごい綺麗、ピッカピカですね。
ダイヤルも若干湾曲してますか？そうですね、あの時計のケースに合わせて、なだらかにカーブをかけてます。これ珍しい針がついてるんだ。何針ですかね？スペード型みたいな針が。あ、本当だ。わー、でもなんか深みがありますね。20層とおっしゃいましたね。そうですね。でもこの形に20層塗るの難しそうな気がするんですけどね、うん、すごいな。針もこうちょっとギュッと曲がって、かっこいいね。ダイヤルが浮いて見えますね、うん、ありがとうございます。そうですね、はい、あまりにも磨きとその光沢が強いので、うん、ね、はい、浮いて見えますよね。はい、ちょっとイリュージョンみたいな、うん、はい、失礼します。おかわりが、はい、続いてこちらの通り、はいはい、続いてがですね、はい、この時計なんですけれども、はいはい、ヴァンガード、はい、セブンデイズパワーリザーブスケルトン、うん、レーシングクリプトンっていうちょっと長い時計の名前なんですけれども、まあ、すごく単純に言うとそのクリプトンっていうところがこの時計の、はいはい、ポイントでして、はい、クリプトンっていうのがギリシャ語で隠れたものっていう意味があるんですね。あ、そうなんですね、はい、はいはい、クリプトン級のクリプトンですよね。まさにそうです。この時計に何が隠れてるかというと、はい、このケースのところなんですが、はい、これ特殊な光を当てるとですね、おえ、こうやってすごいケースから色が出てくるんです。はー、それはカーボンケースにルミノバが練り込んである、はい、おっしゃる通りです。はあ、すごいすごい。カーボンケースに緑色のルミノバ、すごいの、まあ、繊維状ですね、きれい、混ぜ合わせてます。すごいすごい。ホタルみたい。この青だとこれが、あ、色が違う、合うようになるんです。はあ、が隠れてるんだ。が隠れてるっていうところですね。なるほど、そういうことか。このメタリックな部分もかっこいいよね、うんうん、この時計買ったら絶対これ持ち歩くよね、ブラックライトで。どうだっつって、そういいですね。そうですね、福田さん、ライブハウスにつけてったら光るってことですかね。あ、そういうことだね。気になっちゃってライブが見れないかし、確かに。ブルーもいいな。これは2色なんですか？そうですね、2色になります。どっちがいいか悩むでしょう。悩ましい何、一回で二度おいしいみたいなことですよね。ね、いいよね、これね。この F1 のこのナイトレースっていうのをイメージして、はい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 、あ、そうか、あれか、はい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 、そう、 F1 のあのナイトレースってね、いつもと違う感じにね、あのボディカラーがね、はい、私見たことないですけど、かっこいいでしょうね。僕も生では見てないけど、テレビでさ、うんうん、そうそう、だからいつものフェラーリエットじゃない赤だなみたいな。あー、なるほどね。夜の照明でさ、うん、ぬるっとしてていいのよ、うん、はい、はい、で、あとこちらはレディースですか、はい、これは。そうですね、次からレディースを紹介します、うん、あー、キラキラしてるうわー、すごいゴージャス。はい、あのグランドカーベックスダイヤモンドという時計です。はは、グランドカーベックスの特徴は、ケースが2層構造になっています、うん、で、まず外側のケース、うん、それとガラスの下にも、いわゆるインナーカーベックスといわれる、うんうん、まあ、ベゼルに見えるようなところなんですけれども、うん、実際分解するとケースのようにあのちゃんと形になっておりまして、うんうん、二重ケースの構造になっているんです、はい、これのポイントが外側のところにもダイヤモンドが、はい、インナーカーベックスの中にもダイヤモンドが入っている、うんうんうん、文字盤にもダイヤモンドが入っているっていうところで、うん、3層構造のダイヤモンドセッティングの時計になってます。びっしりと、はい、眩しいね、すごいですね。ダンクミュラーの女性用の時計で、こういう3層構造のダイヤモンドセッティングっていうのは初めてですね。より華やか、よりゴージャス、見応えがバッチリという。すごい。これインデックスはどういう仕上げになってるんですか？かこれインデックスはですね、はい、一個一個アップライトのパーツですね、数字のパーツをこう削り出したものを文字盤にこう
植え付けております。でその植え付けた上に、黒のエナメルを手作業で、うんうん塗っています。それでこんな綺麗な感じになるんですね。はい、本当ギリギリまでダイヤがぎっしり、ねね、入って、そうインデックスもちょっとポコッとしてるのでアップライトなんだ。うん、でこれが最後になるのかな。そうですね、こちらもすごいのが、これヴァンガード。そうですね、ヴァンガードになります。ほう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 、ヴァンガードレディースケルトンっていう時計ですね。でこの時計よく見ていただくと、時計のムーブメントのパーツの部分が全て石になっているんです。あ、本当だ。よく見るとフリッチバケットのピンクサファイアが全部セッティングされてます。本当だ。時計の裏も本当だ本当だ。バケットのピンクサファイアがセッティングですね。でフランク・ミュラーの創業者というのが、天才時計師フランク・ミュラーと、もう一人のバルタン・シルマケス、はいはいはい、彼は時計のケースだったりとか、うんダイヤモンドのセッティングだったりとか、基本的にそのプロです、うんうんうん、で彼のその思いっていうんですかね、それをまた、この時計として、表現しているのが、うん、石をふんだんに使った、女性用の機械式時計っていうところを表現しています。なかなかないですよね、この肉抜きの上にびっしり、ね、はい、すごいなこれ、リッチすごいな。これも全てマニファクチュールの手作業によるセッティングであり、うんうんうん、まあ、石も全てこのムーブメントに合わせて切り出して磨いてセッティングしてますね、うんうんうん、素敵ねえ、目移りしすぎちゃうな。なるほど、安すごい。というわけで、まあ、ジュネーブでね、はい、キュラントに行かれなかったって、まあ、その代わりという感じでご紹介いただいたんですけど、うん、マニファクチュールってことで思うのは、本当に何だろう、ある日突然というか、フランク・ミュラーとここまで作ってるんだよっていうのが、でみんなでわーっと驚いたっていう。僕印象的なのは例のなんだっけ、トノーカーベックス用のガラス、はい、風防ガラスを実は自社内で削ってるんだって話が、あれ何年前でしたっけね、みんな騒然としたじゃないですか。だからサファイアガラスってほら塊で、はい、でトノーカーベックスのガラスって要するにこう球面を切り出したっていうコンセプトで、要するにこういう形をさ、はい、もうすごいブロックから削り出すわけよ、風防を。それ自体すごいなってみんな思ってたんだけど、実はね自社で削ってるんですって言われて、嘘とかって、早く言ってよって。そうそう、だから、ね、そのね早く言ってよがたくさんあって、だからなんか知らないうちにね、ヒゲゼンマイも自社製ですとかっていうのをある日言われて、もっと早く言ってくれないかなみたいな、いっぱい書きたかったのにみたいな。そうそう、だから ね、 そのねフランク・ミュラーってだから僕らが思ってるよりはるか上の本当のなんか手作業のマニファクチュールっていうね、今回のテーマのマニファクチュールっていうのはきっとそういうところをもう一度っていうことなのかなと思いましたけど、そういうことですよね、きっとね。そうですね。でマニファクチュールじゃないときはこんなスケルトンできないでしょうとか、うん、こんなね3つジャンプするとかやらないでしょうみたいな。で今年の新作はなんかそういう意味でフランク・ミュラーの真髄を改めてすげえっていうのは体感できる、そういうコレクションなのかなと思いました。いや見られてよかったです、うん、ちょっとお腹いっぱいになりました。ありがとうございます。できれば買えればいいなと思います。はい、はい、これね、くださいね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでどうだった。いやよかった、見られて。そうね、そう僕も見られてよかったなって、はい、あとこの
その、フランク・ミラ・ジュネーブだとこう銀座シックスの、はい、このお店僕すごくね好きで、うん、あの、うん、ほら本店のあっちの本店の方、うん、あそこももちろんいいんだけど、ここはほらまた違う感じでなんか明るくて広くて、ね、こんな広かったんだと思って、そうそう、だから、はい、まああっちとこっちとだから、うん、まあ売ってるものは一緒だけど、うん、雰囲気違うからね、同じ銀座にあるわけだから、パティスリーもあるし、そうそう、だからあの銀座に来た人はね、うん、あっちもこっちも両方で見てね、うん、あのその雰囲気を味わいながら時計を選ぶといいかななんて思ったりもします、うん、ということで、今日は僕の大好きなフランク・ミラの新作やっと見れたぞの回だったんで、あの何度も見直してみてください。あのきっと新しい発見があると思います。ということでまた見てくださいね。じゃあねー。